桐生が抜けた道島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、道島組若頭補佐太平一家組長阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強と言われる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。いたぞ、俺。キリュウじゃねえよ。うわ、この野郎。マジらしいなりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。おい。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。くそ、堂島組の奴ら俺の逃げ場をなくすためにアパートに火をつけるとは。だが今は下手に動くわけにはいかない。立花から連絡が来るのを待つしかないか。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。キリさん、あいつと連絡がつくまで俺をかくまってくれるような場所がどこかにあればいいんだが。隠れ場所を探せ、龍が如くゼロやっていきたいと思います。隠れ場所、目立ちすぎるからな、桐生さん。誰かいるか。地図にはわかんねえな。ここはなんだい、これなんだい。セレナ裏、セレナ裏かな。カツアゲくんいるね。でいいんだよね、セレナ裏でいいんだよね、多分。何あの赤いの、これなんだ。誰でもいいから殴りて、金も奪っちゃうぜ。このエリアでトラブルを起こしている奴らがいるのはここだ。まあまあ強そうな連中だが乗り込むか。
娯楽王エリア。ああ、敵の強さ中。乗り込もう。へへへ、ようやくお出ましか。来ると思ってたぜ。このエリアでトラブルを起こしているのはお前らだな。迷惑している。やめてくれないか？へへへ、そう言われてやめるわけねえだろ。娯楽王さんから邪魔者は消せって言われてるんだ。あんた邪魔だから、消すぜ。娯楽王の手下たち。ああ、これ違うやつか。サブストーリーか、これ。ちょっと待って、壊し屋じゃなくてラッシュがいいかな。ほいよいしょ、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 よいしょ。結構金あるな。7000万ぐらいあんな、今。なんて強さだ。マネーアイランドね。トラブル解決したと。利益回収ゲージが再び動き出した。よし、トラブルを解決できた。あとは利益が上がってくるのを待つだけだな。まあ、それどころじゃねえんだけどね、今。まあ、街をうろついてたら多分、ストーリー進むでしょ、これ。おそらくね。何もないもんね、目印。うん、どこかな、やっぱ裏口の方かな。裏口、裏手の方。ああ。道島組組員。結構いるな。おっと。OK。どこだろうな。わからんな。邪魔。どこでこれ。ああ、ばらまいした、ばらまいした。間違った。金ばらまいしたよ。一体どこに行けば。ああ。邪魔。こっち入ってみっか。ああ、ここからの一つぼんとこうか。回収した利益を受け取れると。なるほど。それ以上たまらないから。回収ちゃんとした方がいいと。どこだっけあれ。こいつ誰これ。売上金回収ってどこだっけ。
シナリオ。このびっくりマークのとこ行けばいいのか、これ。どこだっけ、場所。ってことはやっぱセレナか。まあ、よくよく考えたらセレナの中入ったらなんか物語進みそうだな。結構歩き回ってるけど全然大丈夫だな俺。あ、こっち行き過ぎたな。これ敵か？まあ敵だ。まあセレナ行きましょう。ここどうかな？セレナか。ここのままなら俺をかくまってくれるかもしれない。だが俺が行けば危険にさらされる。迷惑をかけるわけにはいかねえ。ああ、まあそうだな。確かに。じゃ、ここ行ってみっか。杉田ビル。ここか。カムロチャアイランド。あれ？あの、もし。ん？お前は確か。ブルセラの幸子か。その呼び方はもうされたくありませんわ。私もうブルセラからは足を洗いましたの。ふん、そうか。その方がいい。で、こんなところで何をやってるんだ？新しい商売でも始めたのか？ええ、そのことなんですけれど、私、あなたのお仕事のお手伝いをしてあげてもよろしくてよ。何？手伝いは助かるが、お前、女子高生だろ。女子高生を働かせるのは。まあ、私、ただの女子高生じゃありませんわ。ブルセラ業で培った人脈と経験、流通ルートの確保など、いろいろあなたの会社のために役に立てるんじゃなくて？むぅ、確かに。それに俺の会社の手伝いをしている方がブルセラなんてやるよりよっぽど健全か。その通りですわ。ではそういうことなのでこれから一つよろしく頼みますわ。マネージャー幸子が仲間に加わった。給料30万も払うの幸子、女子高生に。やった。これで少し距離が近づいた。かな？ん？何か言ったか？なんでもありませんわ。もう、デリカシーのない人。すまん、ん？鈍感だからな、キリュウさんは。ここか、ここか、杉田ビル。どんぐらい収益出てんの、これ。ん？なんだ、この曲は。寝てんじゃねえよ。聞いてんのか？マリナがラジオをつけっぱなしにしているのか。まったくしょうがねえやつだな。む、どうやってスイッチを切ったらいいんだ。わからんぞ。よく見ろ、わかるだろ。そう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 。うお、なんだ。うぜえの来た。どうやらラジオのチャンネルを変えてしまったようだな。さて、早速ですが、視聴者からのお便りを紹介するこのコーナー。うぜ。なんとも騒がしい司会者だな。耳がキンキンしてきたぞ。早くラジオを消そう。あ、言わへんのかい。こちら、ラジオネーム考えるアッシーさん。ドルチェ神谷さん、はじめまして。はじめまして。いつもラジオ楽しく聞いてます。ありがとう。僕は大好きな彼女がいるのですが、先日、朝ごはんを一緒に食べていたとき、喧嘩してしまいました。なんでだい？というのも、目玉焼きに何をかけるかで言い合いになってしまったのです。なるほどね。
目玉焼きに何をかけるかで喧嘩か。僕は醤油をかけるのですが、彼女はなんとソースをかけていたのです。信じられますか？人それぞれだよ。それ以来彼女とは一言も口を聞いていません。やっぱり食の好みって大事ですからね。大事だけど、それよりも大事なものがあるよ。PS、神谷さんは目玉焼きに何をかけますか？考えるアッシーさんでしたっけ？そんなことで喧嘩しちゃのんのんだよ。彼女と仲直りした方がいいと思うけどな。ちなみに僕はね、目玉焼きにはケチャップをかけます。なんだこのラジオは。こんな他愛のない内容のハガキでも採用されるというのか。あ、考えるアッシーさん、今回の投稿で3回目の採用なんですね。コングラチュレーション。考えるアッシーさんには豪華商品をプレゼント、100万円相当の何かを送らせていただきます。100万円？あ、もう時間？残念、そろそろお時間のようですね。それでは皆様、次回もぜひ聞いてくださいね。Goodbye! See you next time! はがきを3回読まれただけで100万円とは、なんて世の中だ。物の価値について考えさせられるな。それにしてもさっきの目玉焼きみたいなはがきで採用されるんだ。ひょっとしたら俺でも。キリュウさん、買いかぶりすぎだぞ、自分を。ひどいからな、キリュウさん。あ、社長、いらしてたんですか？ん？ああ、どこに行っていたんだ。ラジオがつけっぱなしだったぞ。すいません、ちょっと備品を買いに行ってました。ペンとかクリップとか、はがきとか。はがきだと。何ですか？はがき買っちゃダメでしたか？違う。欲しいなと思ってたんだ。はがき。あ、そうなんですか。じゃあ、あそこの机の引き出しに入れておくんで、よかったら使ってください。わかった。助かる。何かネタになりそうな出来事があったら、はがきに書いて送ってみるか。はがき職人キリュウ。特定のサブストーリーをクリアしていると、そのネタをはがきに書いて投稿できるようになりました。机にアクセスしてラジオにネタを投稿しましょう。ドルチェ神谷のおはがきドルチェで、はがきが採用されるといいですね。ああ、サブストーリーね、これ。ネタあるかい？ラジオにハガキを投稿する前に、まずはラジオネームを決めないとな。どういう名前にしようか。キリュウカズマ、ジャッジメントカズくん、ニシキラブ。ジャッジメントカズくんがいいかな、うん。名前なんていうのは自分の好きなものから取った方が愛着が湧きそうだな。好きな食べ物、好きな色。いまいちピンとこないな。好きな歌、ジャッジメント。よし、ジャッジメント家族にしよう。ジャッジメントはいいとしてなんで家族にしたんだよ。さて、机に向かってラジオに投稿するネタでも書いてみるか。ネタあるの？家族くん。肝心のネタどうしようかな。ドルチェ神谷に採用してもらえそうなネタか。あ、いっぱいあるな。うん、アラクレクエスト、せめてヤンキーらしく SM 講座、合言葉は。キリはプロデューサー、そうしてパパになった。ああ、今までのね。彼女の秘密、ビニールに包まれた夢。どうすかな、これ。そうしてパパになったにしよう。失礼しました。俺のハガキ採用されるといいな。また今度ドルチェ神谷のラジオを聞いてみよう。ああ、次聞くとわかるんだ。はあ、はあ、あ、回収しとこうか。まあ、こんなところか。で、回収開始。マネージャーの給料。利益見込み58万。
これなんかややこしいよな。結構。なるほど。すき焼き飲食だから、こいつがいいか。でもって、投資済み。これ酒でしょ？酒でももう飲食でしょ、でもな。ねえかな。こんなもんでいいか。店舗一覧、その店舗増えてねえんだ、別にな。こんなもんでいいかな。ここでかくまってもらえないの、桐生さん。ここでいいよね。ここダメなんだ。うん、じゃあどこだ、これ。あれ、こいつなんだ。見たことあるおじさん。おや、あなたは SM 女王、あゆ様のプレイルームにいた。あ、あいつか。あ、あんたは、あゆの客の。ふふ、あゆ様から魔像おじさんと呼ばれています。言うな、そんなこと。そうなのか。先日はプレイルームでお世話になりましたね。いや、あれはその、ふふ、いいんですよ。あなたと出会ってからでしょうか。あゆ様のプレイに一段と磨きがかかりましたから。そうか。あなたには感謝してもしきれません。そこで私、あなたに恩返ししたいのです。おお、恩返し。噂によるとあなた、会社を経営してるそうで、私の本業、経営コンサルタントの知識を、経営コンサルタントか、お前。あなたのために活かせるのではないかと、コンサルしてほしくねえな、こいつには。あんたにそんな仕事してたのか、あんた。人は見かけによらないな。その道のプロなら安心して仕事を任せられそうだ。ふふ、真面目な人間ほど裏側に意外な変態性を隠し持っているものですよ。いや、もう見た目からして変態そうだけどな、お前。ああ、アドバイザー。なるほど。それではこれからよろしくお願いします。どうぞ私を豚のように扱いくださいませ。ブヒー。気持ち悪い。全然変態性を隠しきれてないが、よろしくな。で、どこなんだこれ一体。サイの河原か？サイの河原って行けたっけこれ。北の方行ってみっか。どこだっけ。こっち上の方行ってみっか。ああ、それ敵だな。ああ、これも敵だな。あ、こいつなんかありそう。サブっぽいな、これ。違うか。あ、そうか。ねえ、ちょっとあんた、ん？誰だ、お前は。あんたに伝言頼まれたもんだよ。あんた、桐生さんって言うんだろ？ちょっとこれから行ってほしいところがあるんだ。そこである人があんたのことを待ってる。ある人？誰だ？わかるだろ？堂島組の人間だよ。ああ、これがメインのストーリーか？ならそいつに伝えとけ。俺に会いてえなら自分で直接会いに来いとな。ふふ。その人はあんたならきっとそう答えるって言ってたよ。でも来ればわかるけどさ。待ってんのは堂島組だけどあんたの敵じゃない。何？伝言はこれで終わり。手間賃はその人からもらってるからあんたからの礼はいらねえよ。ちょっと待て。場所行ってねえぞ。その堂島組の門ってのはどこで待ってるんだ。あ、そうか。いけねえ。うっかりしてた。うっかりしすぎだろ、お前。場所はバッティングセンターだよ。それじゃあ今度こそ確かに伝えたから。堂島組のもんだが敵じゃねえか。誰なんだ一体。
堂島組のもんで、あ、これサブストーリーかい。サブかよ、これ。バッティングセンター行こうか、じゃあ。ここだね。そういや、ここで俺を呼び出してるってやつがいたはずだな。堂島組のもんって話だったか。うん、あの子供じゃねえの、ちげえか。それらしいやつはいねえか。こっちだよ、キリュウ君。やっぱその子か。なにこれ、子供？大人？子供だよな。何？な、まさか。伝言聞いてくれた？俺がキリュウ君を呼び出したんだ。わ、若若へへ、久しぶり。大悟くん、こいつ誰？ああ、これ大悟か。あ、確かにちょっと面影あるな。親父の組にいた若衆の若頭のよ、キリュウくん。なんかこの間、破門されちゃったらしいんだけどさ。それじゃ堂島組の元組員ってことか。ね、破門ってなんで？なんかやらかしちゃったの？お前らには関係ないだろ。それともう帰っていいよ。俺はこれからキリュウくんと遊ぶから。え？でも大悟くん、俺らにゲーム代おごってくれるんだろ？それやっぱまた今度ね。別にいつでもいいでしょ。だと人のこと呼び出しといて、そりゃねえだろう。何？文句でもあるの？ち、もういいや。わかったよ、大悟くん。そんじゃまた。いかにもお坊ちゃまみたいな服装だね、こいつ。私服で蝶ネクタイしてるやついんのかよ。若、俺に何か用ですか？用といえば用だけどさ、遊び付き合ってよ。たまには俺も街で遊びたいんだよね。え？ここんとこ母ちゃんから父ちゃんの事務所には行くなって言われててさ、すっごい暇なんだよ。でも、なんだよ、いつも遊んでくれてたじゃん。いいでしょ、キリュウくんが組、破門になったからって俺には関係ないし。今俺といるのが組の連中に知れたら若に迷惑がかかります。控えた方がよろしいかと。大丈夫だって、どうせみんな俺には文句言えないんだから、裏で悪口は言うだろうけどさ。ですが、ピリピリしてないでキリュウくんもたまに遊ばなきゃね、金ならいくらでもあるし。それに俺がそばについてれば組の連中もキリュウくんに手が出せないんじゃない？結構やばいんでしょ今。うん。それじゃ行こう。とりあえずゲーセンでいいや。ゲーセンですか。俺はキリュウくんと一緒ならどこでもいいんだって。ほら早く行こうよ。若、そんなに慌てないでください。ねえ、その若っていうのやめてよ。今日からは大悟でいいから。キリュウくんもう堂島組と関係ないんだしさ。それは、これは組長の息子の命令じゃなくて友達からのお願いってこと。それでもダメ？ふっ、相変わらず憎めねえガキだな。あの堂島組長の子にしちゃできすぎだ。しょうがねえ、少し付き合うか。キリュウくん、あれあれ。UFO キャッチャー知ってる？これ俺今これにハマっちゃっててさ、すげえつぎ込んじゃってんだ。はあ、今日はどれ狙おうかな。キリュウ君、俺の腕前よく見ててよ。俺は見てるだけですか。まずはお手本見せてあげるってこと。よっしゃー、行くぜ。なんだよクソ、今日は調子悪いな。おい、この店どうなってんだよ。若、店の悪口はあまり大声で言うもんじゃないです。ち、うるさいなぁ。キリがありませんし、もうその辺にした方が。ここでやめたら今まで使ったお金が無駄になるじゃん。それと若はやめてって言ったよね。ですが、そういうわけには。まあいいや、それよりキリュウ君交代。え？残り300円あるから、これで俺の代わりにあれ取ってみてよ。わかりました。やってみましょう。どれ取るの？
あれって。文ちゃんでいいのかな？あ、でもこれ横取れたっけ？あ、邪魔だな。あ、ダメだ。なんでもいいのね。手前のなんだあれ？手前のやつ。これなんだこれ？あ、間違った。いけるか？あ、いけそうだな。あ、ダメだ。この襟巻きトカゲ、どうだよこれ。バランス、これどっちだ？頭の方か。気持ち悪いな、この襟巻きトカゲ、これ。いらねえな。お、あったあった、ダメだ。あ、でも次いけるか、これ。終わる。ああ、もう100円玉全部なくなっちゃったよ。まあしょうがないか。俺があれだけやって取れなかったんだから、キリュウ君にだって取れるわけないって。面目ありません。そんなに落ち込まないでよ。じゃあ次のとこ行こう。次。それより若はそろそろ帰った方が、俺もこれで失礼しますから。何言ってんの、キリュウ君。まだ全然遊んでないじゃん。しかし、この次はさ、こんなとこじゃなくて子供だけじゃ入れないようなとこ連れてって。子供の入れないところ。次はどこに行こうってんですか。だから子供だけじゃ入れないとこ。といってもこの街はそんな店だらけだけど。確かに。キリュウ君、エイジアって知ってる？エイジア。ショーパブなんだけど。ショーパブはちょっと。じゃあテレクラは？それともこの街のどこかにキャットファイトを見せる店とかもあるらしいけど。せめてスナックあたりにしてもらえませんか。スナックか。わかった。じゃあ俺いっぱいおごるよ。え？もう金はなくなったんじゃ。100円玉はね、万札はまだいっぱい持ってるから。そういうことでしたか。確かスナックはピンク通りにあったな。若にはソフトドリンクでも飲ませておけばいいだろう。あ、その、お子さん連れはちょっと、別に酒を飲ませるわけじゃないんだ。ちょっと入れさせてくれないか。すみません。ちょっと困ります。他のお客様の目もあるので。そうか。まあ確かにな。ねえ、おっさん。俺の名前知らないの？さあ、申し訳ないがね。たとえ総理大臣の息子でも、うちは子供を店に入れられないんだよ。俺の親父は堂島総平。堂島組の組長だけど、それでもダメかな。まさか、冗談でしょ。冗談だと思うなら笑ってみれば。その、この街で商売してんなら、俺の顔と名前覚えておいた方がいいよ。堂島大吾ってんだ。ねえねえ。ほら、キリ君、ここ座ろう。悪いな。そう長いはしない。適当にウーロン茶の炭酸割りでも出してくれ。子供に酒飲ませるわけにはいかないんでな。あ、わかりましたよ。ねえ、女は？女を早くつけてよ。スナックってそういうもんでしょ？うちはカラオケスナックだからそういうサービスはあまり。ち、しけた店だな。生意気だな、こいつ。あら、ならホステスをやってる私がお相手してあげましょうか？お、お客さん。坊やに大人のトークの楽しさ教えてあげるわね。うふふ、かわいいじゃない。ふーん、まあ仕方ない。あんたでいいか。早く隣に座れよ。けばい女。キャハハ、本当に堂島の組長さんの子なの？堂島組さんにはいつもうちの店でお世話になってますよ。でもこんな可愛い息子さんがいるなんて全然知らなかったなぁ。あっそ。今小学何年生？うちの弟と同じくらいかなぁ。さあね。あれれ？なんかご機嫌斜め？それとも照れちゃってんのかなぁ。は？もう、拗ねた顔まで可愛い。
ねえ、もう下がっていいよ。ちょっとうるさい。え？え？弟が小学生だっけ？見え見えの嘘つくなよ。おばさんの子供の間違いでしょ？それからさ、この酒何？ウーロン茶を炭酸で割っただけだよね。客舐めてんの？これでいくら取る気？ガキだと思って甘く見んなよ。子供扱いされたくないのか。ブサイクなババア相手にゴミみてえなもん飲まされて、子供騙し、子供騙しもいいとこだぜ。めちゃくちゃ言うな。若、酒は俺がこの店に頼んでやらせたことです。わかってるよ。ホステスの件は確かに若の言い分にも一理ありますが。へへ、でしょ？それでも俺が知っている堂島大吾って男なら平気で女を傷つける言葉を口にしたりはしませんでした。何かあったんですか？別に何もないよ。でも、いや、逆に何もないからこうなっちゃったんじゃない？俺の周りには誰もいないからさ。集まってくるのは大人も子供も俺の持ってる金目当てか、ヤクザの親父に気に入られたいって連中だけ。わか。だからいい加減分かって呼ぶんじゃねえよ。あんたはもう組抜けたんだろうが。すみません。もう出よう、キリ君。金はそこに置いておく。釣りは取っとけよ。え、ああ、ありがとうございます。すまなかったな。いえ。ん？若はどこだ？なんだよ。うるせえ、いいから黙ってろ。おい、ここじゃ目立つ。チャンピオン街まで連れて行こうぜ。そうだな。おい、歩け。くぞー。走れば追いつくでしょ、今。今のは。どこっつった今。ここか。逆じゃん、これ。ああ。いや。能力上げれそうだな、これ。何千万あるからな。ああ、とっとと。で、チャンピオン街ね。ちか。ここね。ここよく何かしら起こるよな、この中で。まあ、いい場所だもんな。おい、やべえぞ。キリュウくん。たった一人のガキ相手に何やってんだ、お前ら。くくそ。おい、こうなったらこいつもやっちまうぞ。顔見られたら俺ら終わりだ。やられる前にぶっ殺してやる。誰なんだ、こいつら。ああ、とスタンガン。ああ、痛い。ああ、ダメージはそんなないけども。ダメージは全然ないけどな。
キリュウ君、そいつらのマスクを取って。お前らは、若の周りにいた連中か。すみません。許してください。殺さないで。お前らが俺を闇討ちに？なんでだよ。マスクなんかで顔隠しやがって、キリュウ君、こいつらは俺を殺そうとしたんだ。くそー。もうこいつらは動けません。仮に動けたとしても顔を見られた以上、道島組長の息子には抵抗もできねえはずです。だったらなんだよ、こいつら許せっての。若はこいつらをどうする気ですか。殺しゃしねえよ。でも一生自分じゃ立てねえようにしてやる。ひー。こいつらもさっき言ってたような連中だよ。俺の持ってる金目当てに群がってきたただのゴロつきなんだ。小学生のガキにこびて危険取ってさ、そのガキがムカつきや顔隠して闇討ちしてくる。こいつらはクズなんだよ。すみませんでした。許してください。見てよキリュウ君、こいつら顔見せる前までは散々俺のこといたぶってたんだぜ。調子に乗りやがってこんな奴らぶっ殺されねえだけありがたく思わねえとな。いい加減にしろ。は？いい加減にしねえか、このガキが。キリュウ君？黙ってりゃどこまでもつけ上がりやがって。なんだよ、俺に文句あんの？ボンボンなのもいい。親の看板使って調子に乗ってるのも許してやる。だがな、何の抵抗もできねえ相手を絶対安全な立場からいたぶんのは芸道だ。男の道に外れるようなことをする野郎は許せねえ。それが大悟、お前がそうだってんならなおさらだ。お、本気かよ、キリュウ君。組長の息子に手を出すのかよ。どうなっても知らないぞ。知ったことか、俺はこんな状態のお前を黙って見過ごすような男じゃねえんだ。キリュウ君、大悟、たっぷり教育してやるぜ。うわー、ごめんなさい。まさかそんなに泣くとはな。怖かったか。でも嬉しかった。久しぶりに俺をちゃんと見てくれて、ちゃんと心配して、ちゃんと叱ってくれる人に会えたから。大悟、お前は親父が極道だ。そんなガキと向き合うには相手にもそれなりの器量がいる。だが札束持って親の名前ちらつかせてりゃ、そういう器量の持ち主はいつまで経ってもお前の前には現れねえ。人間と人間が対等のダチになって向き合うには時間がかかるんだ。その時間を惜しむな、大悟。そうすりゃいつか必ずダチはできる。それにお前のダチは少なくともここに一人いるんだぜ。さ、もう立て。帰るぞ、大悟。危なくないところまで送っていく。遠慮しとくよ。もう人に頼るのはやめる。俺はこれからは自分の足で立つ。そして自分の足で歩く。親の金でバカやって、親の名前使って周りの人間言いなりにさせんのはもうやめだ。急に男になりましたね、若。チェ、また若って呼んでるよ。そりゃ俺だけ急に呼び方変えられませんから。なら俺も変えるよ。え、今日はいろいろお世話になりました。今度会うときまた一杯おごらせてもらえませんか、キリュウの兄貴。ああ楽しみにしてるぜ。それじゃまたね。ちゃんと叱ってほしかったんだな。たく世話の焼ける若だぜ。だが、俺が道島組とことを構えている以上、もうお前と会うことはないかもしれねえ。達者でな、大悟。でかい男になれよ。若様のおねだり、エンド。はい、このぐらいでやめときましょうかね。はい。そんな感じで、ありがとうございました。ではまた。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。